パラリンピックの開会式、はい、当たったんです。え、すごい。元日あの目覚めまして、じゃあ私もってことで自分の人生考えるぐらい衝撃受けますねこれ。伊藤孝恵の〇〇聞いてみましたということで、明けましておめでとうございます。さあお正月も過ぎて、はい、どうですか、こうお正月ってどんな風に過ごされるんですか。はい、まず朝はお雑煮でスタート。あ、そこじゃなかったですか。いいんです、いいんです、いいんです。お雑煮って、はい、こう地方によって違うじゃないですか。はい、どんなお雑煮なんですか。こっちはあのおすまし、具材は普通にですね、はい、お餅と、お餅とスルメとか。スルメ、はい、スルメ、スルメ、はい。で今年はちょっとあのラフをして、はい、あのサキイカなるほど、サキイカを裂いて、さらに裂いて自分で入れました。用意しとけばよかったですね。いいですね、大丈夫ですよ。お餅好きなんです。あ、はい、お餅が似合いますね、なんかね。ありがとうございます。困ってるイメージが湧きますよ。いつもより多めにお酒も飲んだりとか。そうですね、ちょっと、はい、テレビ見たりしながら。伊藤さんって、はい、テレビ番組とかっていうのはどういうものを見たりするんですか。はい、聞きますか。聞いていいなら。あまりすみません、はい、あの多分ご期待に応えれるようなものではないんだと思うんですけど、はい、皆さん何期待してるんですかね。科捜研、あ、はい、沢口靖子さん大好きです。そんなお正月を過ごしの、はい、まあ、これからまあ1月まだありますけれども、はい、年賀会とか合宿交換会というのは今年で大体1月に60カ所ぐらいのところ。60カ所って、え、それでもやっぱりいただいたところに全て行けるわけで、やっぱ同じ時間に重なるものとかもたくさんあるので、はい、でもあれですよね、はしごとかになるわけですよね。そうです、はい、で途中でもうちょっと退席させていただいて、はい、次のところ一日中繰り返してるっていう感じです。ちなみに浅島さんはお正月は。あ、私ですか。はい、どのように。ちょっと今年はゆっくりしたいなと思っていたんですけども、はい、まあ、ちょっと元日あの目覚めまして、あの、はい、意識がもうパッとこう覚醒しましてね、はい、そうだ応援しに行こうっていうふうに新年新年一発目。すごいですね。それは前もって決めてたとかじゃなくて、え、思いついた、思いついて、はい、まあ、それでですね、よくあのいろんなね、こう明治神宮前とかすごい参拝、東京でね、まだ東京でね、はい、行って人がいっぱいいるところでやっぱやる意味があると思っていて、はいはい、伊藤さんが見てたとしたら、はい、お姉さん今年の目標は何ですか、元気で頑張りますみたいな、あ、いいですねみたいな感じで路上ゲリラ応援みたいなことをすごいやりました。さあ私もってことですごい、新年も頑張っていきましょう。おはようございます。本当にチアなんですね。あ、はい、ガチのチアでやっております。本当にノープランで、あんなに朝方キレッキレで踊れる感じなんですか。そうですね、はい。ここですね、あの後輩を乱入させてですね、はい、ちょっと自分の人生考えるぐらい衝撃受けますねこれ。すごいです。本当ですか。もうライフワークになっちゃって。いいですね、めっちゃ元気になります。本当ですか。すごいよく思いつきましたね。でもね、あのね、これあの先代の部長があの ね、やったことなんですけどもね。すごいです。ゴールですか。日本の中で応援のこうアイコンになりたいなと思ってまして、松岡修造さんが応援といえばってなるじゃないですか。、はい、なるほどね。いや私もあのちょっとチアをするのは、はい、私難しいですけど、はい、その精神だけちょっと一緒にいやもうやらせていただいて、はい、カメラ通して皆さんを応援できるぐらいにちょっと元気になりたいなと思います。覚醒されました、伊藤さん。ありがとうございます。ちょっと今洗脳されてしまいました。ちょっとね、はい、覚醒した目覚めた伊藤さんから、はい、今年のなんか抱負とか目標とか聞いてみたいんですけども。今年のね、はい、一大イベントというかビッグイベント、オリンピックパラリンピックあると思うんですけど。ありますね。そうなんです。あの、はい、別に私が出るわけでも何でもないですけど、あの一つちょっと今年の私の嬉しいのは、あのパラリンピックの開会式、はい、当たったんです。すごい。去年当たりまして、ありがとうございます。すごい。普通に当たったので、うわ、でも日程的に行けるかどうかはまだわからないところでは、ね、あるんですけど、なんとしてもできる限り行きたいなと思って。
はい、一緒に応援しましょう。はい、また違う方法で。はい、ということで、はい、実はですね、ちょっと最後になりますけれども、はい、こんなもの用意しました。何でしょう。あ、じゃじゃーん。わー、タピオカミルクティーでございます。私が去年の暮れに初めて食べて苦労した、はいはい、食べて飲んでっていうのがいいんですかね。食べ飲みっていうかね、実際どのように飲まれるのかっていうのをちょっと知りたいのはありつつもちょっと飲んでみませんか。はい、はいはい、いただきます。いただきます。何も出てこないんですけど。もうちょっと頑張ってみてください。なんか、なんだろう、一粒たりとも出て本当に出てこないんですけど。伊藤さんの飲み方スタイルは結構迎えに行ってる感じが出てきました。出てきました。迎えに行く感じじゃないんですか。なんかこうやって飲むイメージがあったんですけど、このなんか迎えに行ってる感じが、どうしてもこの吸い取らないとっていう意識が強すぎてですね。なるほど。こうです。よかった。あ、よかったです。大丈夫ですか。大丈夫、今噛んでます。うんうん、美味しいですね。美味しいですね。まあ、じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございます。はい、皆さん改めて今年もどうぞよろしくお願いいたしま す。じゃあ年始め、はい、応援で終わりますか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ公開リンで、はい、はい、では皆さん2020年も頑張っていきましょう。せーの、 Go Fly Win! バイバイ。